ホテルに泊まった時のトコジラミ対策。めくっていただいてこういうところについてることがあります。クッションとか枕はここです。いると抜け殻とか黒い血粉がついてることが多いです。こちらの場合はここは木になっているので、この木は結構好きなので、ここの間とかを見ていくといいと思います。このドレープの部分を確認していってください。よくここの中に抜け殻があったり黒い血粉があったり、実際も虫がいたりすることが多いです。スーツケースのこの車輪につくことって多いんですよ。虫除けかけていただいたり、この中にも虫除けを吹きかけて入れちゃう。ユニットバスの場合は浴槽の中に入れていただいて。トコジラミが浴室にいることはほぼないそうです。